久保さん。なんか安春くん引っ越したらしいですね。すごいじゃないですか。<laughs> 何年前ですかね ?3、4年前。確かあの、岡山だったかな。セミナーやった時に久保さんと安春くん来てくれたと思うんですけど、確か。うん。懐かしいですね。安春くんも、安春くんにお願いする企業がいるっていうのも、これ安春くん成長しましたね。す <laughs> ね。 だからね人はね変われると思うんすよね。うん、まあその安春君の初期を知らない人がほとんどなんであれかもしれないですけどあの安春君が企業コンサル取るのかっていう <laughs> もうあのなんだ亀も転げるぐらいびっくりするぐらいね初期を知ってるね。まあ久保さんが本当の初期を知ってると思いますけど僕もまあまあ初期知ってますからね。そう。いや変われるもんですね。 うん、はい。ということで、変われる人と変われない人の違いについてお伝えしましょう。まあ質問もね、ずっと多分、まあ、今回質問を受けましたけど、まあ今回に限らず多分、質問の内容変わらないですよ。うん。多分変わらないです。てか、変わらないから、質問の内容が変わらないから稼げてない人たちが集客,集客してるってことですよ。 ぶっちゃけ稼げてたら僕集客いらない、してない、できてないですよ。だから稼げてる人って自分で集客してるか別に興味がないので。うん、稼げてないから。だ <laughs> からこれはなんだ。うーん、なんか、とんちみたいな話なんですけどね。うん、だから逆に言うと変わらないでいただくと僕は集客し続けられるっていうね。<laughs> みんなが変わってね、みんなが思考アップデートして、 みんなが発信し始めたら、僕にみんな興味ないですよ。うん。まあこれは9対1の法則じゃないですかね。9対1の法則って何かっていうと、9割の人は従業員。1割。1割じゃないですか。1%パーか。99対1%パー。1%パー。まあ、1%パー。1人。1人1%人ー1人。ま、あいいや。あの、社長っていう。この縮図じゃないですか。みんな、あの、会社作れるんですよ。 みんな今日から今日でも会社作れますよ。登記すればいいだけなんで。金払って登記すればいいだけなんで、みんな起業できるんですよ。今日でも。まあ、祝日とかと休みだったらあれかもしれないで,あのあれですけども。<laughs> でもみんなしないじゃないですか。9割9分の人が、まあ、あの従業員として働く、アルバイトとして働く側なんですよ。だから、えー、発信も えー、見る側。発信するよりかは発信を見る側なんで、だからまあ成り立ってる部分はあるんですけど。まあでもね、まあ僕の、とか久保さんのこのグマンジョージャー合宿とは見てるんだったら、少なくてもその発信する側にならないといけないし、で、その、なんだろうな、変われる人と変われない人の違いにちょっと戻しますけど、変われる人っていうのは結局、変わり続けようとする人です。 なんか、吉野さん当たり前じゃないかっていう。変わり続けようとする人が変われるんです。これでも受信力の問題です。これ今の言葉ちょっと深いと思うんですけど、受信力の問題で、どう受け取るかはあなた次第ですね。変われる人っていうのは変わり続けようとする人だけです。変わり続けようとするんですよ。でも変われない人っていうのは変わり続けられないんです。 挑戦しようと思っても挑戦したけど諦めるとはね。まあ諦めるっていう言葉の言い回し、言い換えなんですけど。<laughs> そう。だから続けてれば変われるじゃないですか。さすがに腕立て伏せもずっとやってたら何回もできるようになるじゃないですか。続けるっていう、しつこく続けるっていう。これ以外、あの、変われる方法ってないと思うんですよね。例えば、世界の言語。世界の言語でも日本語っていうのはすごい難しい言語なんですよ。 例えば、大丈夫です。何が大丈夫なんですかみたいな。あ、大丈夫です。その大丈夫ですっていうのは何が大丈夫なのかっていう、そのいろんな意味が入ったりとかしてるじゃないですか。なんか、なんだろうな、断ってるのか OK なのかっていう、なんか曖昧だったりとか、なんかいろいろ日本語ってなんか難しい言語あるじゃないですか。なんかその、どっち使うみたいな。<laughs> まあね、すごいんですよ。 で、それを習得してるんですよね、僕たちって。それって、日本語を話そうと思い続けたからじゃないですか。日本語を話そうとし続けたからじゃないですか。だって、英語も、英語に比べると日本語が難しいんですよ。でも、日本語を習得してるわけじゃないですか。じゃあ、なぜですか日本語を話そうと思い続けた。続けたんですよね。 話そうとし続けたんですよね。でも、英語が喋れなくなる人って、英語を習ってるんだけど、そのうち英語もいいかなってなるだけですよね。英語を話そうと思い続けて、話の練習してたら絶対話せません ?3 年後、4年後、ヤサル君みたいに変われますよ。<laughs> 何年かかってても。でも、途中でね、日本語やっぱ難しいねってって、日本語喋らなくなったら喋れます。喋れないですよね。<laughs> だからその変わり続けようと思うそして変わり続けるために行動し続けるっていうことですよねそうすれば変われますでも変われない人っていうのは変わろうとは思うし変わろうと行動するんだけどまず中途半端ですねだから変われないぐらいの行動ってことです変われないぐらいの思い変われないぐらいの行動変われる人っていうのは変わる変わるまで 変わるという思い、いう思変変変わわわるるるままで変わり続けけ行動。<laughs> トンチみたいになってますけどね。うん、変わる方法って簡単で簡単って言ったら語弊があるかもしれないですけど変わり続けようと思うそしてそこに対して行動し続ける変わる,変わるための行動をし続けるっていうただそれだけですもうそれしかないです本当にそれしかないです うん、それ以上のことがあるんだとお聞かせてほしいですね。<laughs> どうやって諦めて英語喋れるんですかみたいな。<laughs> 久保さん無理じゃないですかね。英語は、ね、習うことや,やめて、発音やめて、どうやって英語喋んのみたいな。多分無理ですよね。英語喋らない英語勉強しないいきなりネイティブで英語喋れるようになる人っていますいきなり <laughs>。絶対いないでしょ。うん まあそんな感じですね。行ってらっしゃい。